ラジオジオでですす夜の相場観察4月日日水曜日になったところです、えー、少し観察してねもう寝ようかなと思っているんですけれども、えー、今日はあ今ね円高が進んできててなのにニューヨークダウだったり日経平均は割と強いっていうあたりがちょっと矛盾した動きがね出てきてるんでそれはなぜというあたりをねちょっと説明してみたいと思います。 で昨日のこの夜の相場観察で5分チャートをね、ひたすら見るといいという中で確か後で思い返すと、えー、5分チャートって1日に144本つくとか言ってたけどね、計算できないんですかね、この人は。<laughs> 200、え、12本1、1時間に12本かける24だから288だよね。うん、多分、<laughs> そうだと思うんですけど。 えー、そのね数を間違えてたかもしれません。訂正します。5分1分チャートは1440本、確か1日につくと。確か。<laughs> 計算すればいいじゃね。1分チャートは6 0る2 4だから、1440ですねあ。今計算してます。今 <laughs> で、えー、5分チャートはあー12本かける 12本かける2 0なんで288それをね1日5分チャートを観察すると1年分ぐらいのね観察チャートを観察したことに匹敵する経験値が詰めるということなんでね5分チャートを見ていくといいですよということなんですがえ今日これ今ねニューヨークダウの5分チャートなんですけどねまあ上がってきて頭打ちとでねこれ何で上がってるのかっていう えっと今ニュースチェックしてるとね非常にまあニューヨークの状況が悪い、ね、アメリカの状況が悪いわけですよねでまあその根幹になってるのがやっぱりアメリカの要するに貧富の差貧困層が多いっていうところがねやっぱり問題で、えー、日々のねご飯にも事欠くような方あるいは水道が、えー、通ってないから 手も洗えないっていうような状況の方が割と多くてそういうまあ貧困層が多い州で今状況が悪くなっているみたいですねまあだから日本っていうのはそこまでじゃないんで、えー、まあね今結構状況悪くなってきてますけれどもねアメリカほどにはならないんじゃないかなと僕はね希望的観測を持っているんですよね で、それ考えたときに、まあ、これからどうなるか。えー、やっぱりね、為替は円高かなと思うんですよね。やっぱドル買えない。まあ、これからね、えー、やっぱりアメリカの状況がね、さらに輪をかけて悪くなってくるんじゃないかな、と思っているところです。で、今日、なのに、あ、でね、ねドル円が下がっているんですよね。どのぐらい今下がっているか。 とというとえっ、ー、今またちょっとえっ、ー、と一回反発してますけど、えっ、ー、と一回ね、結構下がったんだよね。107の60、50ぐらいまで下がって、今少し反発してますねで。これ完全にダウントレンドで5分チャートなんですけど、売りが優勢で、売り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 ,売りってきてるんですよね、えー。ドル売りドル売り円買い円買いときてるんですけど、まあ、こういう時でもね、一旦こうやって戻ることはあるので、ただこうやって戻りながらも、こういうチャートの場合って、 今パラボリックの,あの回転換しましたけど 25MA までが手精一杯なんでね 25MA まで来るとその 25MA からまた降りてきてしまうということになります。まあ今結構ねねでもねここ幅が えっと、25MA から 5MA の幅が広がったところからね、結構急速に戻してきてるんで、こういう戻り方をすると意外と 25MA を抜い,ちゃ抜いちゃうこともあるんですけど、今ちょっとやっぱり弱まってるんでね、この弱まり方だとちょっと 25MA 抜けないんじゃないかなと思いますけど、えー、まあ、25MA 抜くとね、また、あ、少しいの方にね、一回戻ったりするんですけど、この動きだとちょっと厳しいかなと思うんだけど、いずれにしてもね、 あの今日、冷やしで見るとすごい高かったんだけどもうこんなにね、えー、上髭がすごい伸びて、えー、さっき結構な上髭陰線になってました今、あのー、ここ、うん、15分20分ぐらいで、えー、ちょっと目を離した隙に <laughs> 戻ってるんですけどだから結構な弱いチャートでこれひ下髭上ひげ陰線、ね、になってくると上髭陰線ってわかりますよね。 上髭陰線っていうと、えー、例えば例えばないないないあるか、えー、上髭陰線綺麗なのあこれが綺麗ですねこれが綺麗な上髭陰線ですねでこの上髭陰線みたいな感じになるとさらに続落暗示ということになるわけですよねだそういうぐらい下がってきてて結構今日高かったの107の108の70ぐらいあったんで1円ぐらい下げてきてるわけですよ それぐらい下げてきてるんで、結構な円高方向に動いているんですが、ただ、えー、このおニューヨークダウンなんかはそうなってない。これなんでかっていうと、一重にチャートが違うっていうことなんでね。こっちは五 m a が下からサポートしてて、上がりやすくなっている。だから上がってる。で、えー、逆に、えー、ねこのドル円の方は五 m a がアーチ型になって、レジスタンスになって下がってきて、上をね、 上値を抑えててる逆に下に下がれ下がれれと言っているだからまるっきり、えー、ニューヨークダウトそのドル円のチャートが真逆の位置関係というかね、えー、5MA の形状だったり位置だったりね 5MA が上にあって 25MA が下にあって、ねえー、まあこれは安定下落局面という僕のおくくりで安定下落局面なんですけど下がる方向にあるチャートだから下がっていると。 で、えぇ、ニューヨークダウは型や、上がる方向、これニューヨークダウンの東ですけど、上がるチャートになってるから、上がってるみたいな。まあそんなぐらいに、えー、こういった、あのー、テクニカルって聞いてくるんだよね。今日特にドル円が下がる。だってこれ、ね <laughs> 特にドル円が下がるような材料出てないし、ニューヨークダウが上がるような材料も出てないし、 まあアメリカの状況はひどく悪いんだけれどもそれでも上がってるのはこうたまたまねこう下がってきて中央銀行の金融緩和なんかもあり今ねあの FRB はもう無制限無期限の金融緩和を得るって言ってるんでまあ上がる理由にもなるわけですけどねだけどそれだけ FRB が頑張ってるんだったらドル円も上がってもいいんじゃないかと思うんですけど それが逆で、ドル円下がってるということでね。こっちは下がりやすいチャートになっている。だから、これ、冷やしですけどね。で、あの、基本はね、冷やしなんだよね。力関係見るときに、基本は冷やし。だから、流れを読むときは、基本、冷やしを見た方がいいんですよ。だから、僕、いつも冷やし見るんですね。で、冷やしを見ると、えー、まずは、流れの基本的な方向がわかる。で、そこから、さらに、今の細かい力関係、 を見たいきには5分を見るでさらに目先の目の前の強弱感を見たいときは1分を見るっていうこ,とです、ね、でこうすると今1分チャートでここがね少し変われてきてちょっとチャートがねここのところ 25MA が、えー、スマイルカーブ化してきて上に上がろうとしている動きが見て取れるわけですよね。 だから、こう、1分を見ると、少しね、下げすぎの反動が出てきていて、ちょっと上に行くのかもね、っていうことがわかります。まあ、これ、この場合ね、レジスタンスになりがちなのは、この 200MA ですね。1分チャートにも 25MA があり、5MA があり、200MA があって、っていうことで、そういったね、節目がそれぞれレジスタンス、サポートになるので、っていうことですね。今はだから、1分チャートを見ると、目先は、 5MA が上がってて 5MA の背中に乗って上上って言ってるんで強い動きになってます。でもうちょっとじゃあ5分はどうっていうと5分を見るとここに 25MA があって 25MA までがまあいっぱいいっぱいかなみたいなチャートに見えるので、えー、1分チャートで見ると目先力関係としては海外優勢なんだけど、えー、ちょっと上で限定的かなみたいなふうに見えますよね。 でさらに、日足を見ていくと、えー、大まかな流れっていうか、大きな、えー、流れとしては、下向きで、これ、7、6、5みたいな、下に向いてるっていうのはわかると思います。これから、デッドクロスして降りてくるんでね。えー、そういう流れがわかると思います。まあ、そうやって見ていくと、まあ、大きな流れとしては、下向きで、7、6、5ぐらい目指していると。で、五分チャートで言うと、一旦、 107の50まで下りてきたところで一回ちょっと戻しているんだけどえまあちょっと上まで限定的ですよねということですね。まあただこのように 25mA と 5mA の間がこう広がっての上昇っていうのは結構強い動きになりやすいんで、えー、ここはもしかしたらちょっと一回上に抜くぐらい戻れるかもしれないと思います。えー、これだけね 逆の動き,動きになってるんで、ニューヨークダウは強く動いてるんでね。その影響は多少来るので、ということですけどね。まあ、こんな動きで、えー、やっぱりドル円は下げてきましたね。今日の108の80まではいかなかったんですが、確か行ってないよね。70までしかいかなかった。一番高いところで108の72だから、えー、まあ、そこまでしかいかなかったんで、残念ながら、 えー、うちの差し値はわずか8ピップスぐらいのことで約定しなかったんだが、えー、それでも結局は25円目あ5円目からね落とされてくるという予想通りっていうか予想してるわけじゃないでしょこれあのうんと日足で見た時に最もありがちな動きなんでね 特に予想してるわけじゃなくて、最もありがちな動きとして、5MA から下に下がってくるっていうのが最もありがちなんで、ありがちですよって言っただけの話で、それがそんなありがちな動きになってるだけの話で、ええ。だからこんなのは、あの、ずっとチャート見ていれば、誰にでもわかるんですよね。誰にでもわかるようになります。え鮮明な下向きの動きがね、 結構出てきてきる今日このまま下げて7ジャストぐらいまで下げてくると、えー、明日も下かなみたいな動きになるよね。他の通貨はどうですかやっぱ円高ですね。これユーロ。 これポンドポンドはなんか強いんだよ最近。5ドルも円高。5ドル円ね。あんまり普通見ないけどニュージーランドも円高。まあでニュージーランド見ないのはちょっと出来高がね。取引量が少ないからみたいなところもあります。でカナダもだったら取引量少ないよねってことなんだけど、カナダの場合はまあ割と動きがおとなしくてマイルドだ。 だったから、<laughs> だったから取り上げてたんですがね。あとは、スワップ金利が高かったから。ただまあ、カナダも利下げしちゃったんで。えー、結局、今、スワップ金利見ていくと、スワップ金利の高い、買いのスワップ金利が高いところは、もう南アフリカランドぐらいしかなくて、それでも50円だもんね。その次が、米ドルの23円、1日ね。 なので、なので <laughs>、もう貯金トレード的なトレードはもうできないね。残念ながらというか、カナダも貯金トレードできないんでね。まあそういうことで、えー、まあだからしばらくはドル円をね、トレードするのが良いのではと思っていますけどね。5分ちょっと切り替えます。今ドル円の冷やしでしたが。 ダメですね25円目を抜けないでまた降りてきてるんでね、えー、やっぱり結構根強い,い,い売りが、えー、継続的に入っているとまああの強い時はね今の時間1時とか2時3時までずーっと買われてましたけど、えー、今日はまあアメリカ時間に売られてるんでね結構ドル売り円買いは結構しっかりきてるよねということですね ただまあどうなんですかね。あの、この間まで、えー、アメリカ時間にドル買い円売りが行われると、東京時間が逆にドル売り円買いだった。アメリカ時間に上昇して、東京時間に下がってた。で、今日って、東京時間って割と調子良かったんだよね。割とですけどね。え、10時に上がったし、めちゃめちゃ。で、その後も結構高止まりしてたし、 まあこれはもちろん期末っていう要因がね特殊要因が3月期末っていう要因があったからでしょうけどねでもその後もドル買いドル買いだったんですが21時、えー、そして、えー、アメリカ時間アメリカ市場が開く頃からドル売り円買いとなって、えー、それが鮮明な動きになってまだ続いてて。 このままいくとね、今日は最大で冷やしで見るとね、7ジャストぐらいまでは下がる動きになるかもしれないんですよね。それぐらい最近はね、値動き荒いんで、1日2円っていうのは平気で動くんだね。こっから7円まで下がっても2円なんで、えー、それぐらいの動きはあり得るかなと思いますね。売りが強くなるかね。まあ、そんな動きが今目の前で起こっておりますが、一重に冷やしチャートを見ていった時の チャートの形の違いによって、えー、売り買いのエネルギーの差が出てきていると僕は思うんですよね、えー。それぐらいテクニカルっていうのは値動きに影響しますんでね。まあ今 AI トレードアルゴリズム取引が主流になってきていてもですね。なぜかっていうふうに思う、なぜかという言葉をつけたくなるんだけどなぜかテクニカルは、まあ幅は、あの値幅はね、 広くなって値動きは荒くなってるんですけどそれでもテクニカルは有効なんだよなあってありがたいなと思いますこれでテクニカルがぶっ壊れちゃったらもう僕はソファ天気予報も単身もできないわできないできないねやめるしかない <laughs> テクニカルが崩れたらもうやめるしかないですねだって何も言えないもん、うん だからそういう、うまあ、最後の砦で、テクニカル、まだ健在。ということで、まあ、結局は垂れ下がった 5MA を抜けないということですね。で、これちゃ、例えばチャート、このチャートって結局、今のニューヨークダウだったり、今の日経平均だったりと同じなんですよね。 弱い時ってここもそうなんですけど下がってきて 25mA まで戻ってもやっぱまた下がってもう一回下げていくっていうことになるわけですよね。だからここへ来てまあ 25mA に来て 5mA が下から上げてきてゴールデンクロスしてさらに上がるっていう形にもなる場合も結構多いんだけど、えー、こういうふうに 25mA まで来たところでまた落とされて、えー、さらに安値を更新していくみたいな動き。 になることも多いで今回日経平均とかニューヨークダウンは状況からそうなる可能性が高いのではないかと僕は予想しているということなんですよね。まあだから5分チャート見てると今もねこうやってクロスポイントが近づいてきてて同じように25円目が下がってて5円目が上がっててでそこにだんだんね値動きが小さくなってきていると。でここから どっちに行くのかとかね、えー、どういう動きになるのかっていうのは、あと、そう、30分も見てれば結論が出るわけですよね。だそういうふうに、5分チャートの観察をね、1日20分、30分やるだけでもですね、チャートを読む力が随分違ってきます。ただ、あの、あの、 この後ね、ミニ講座をまた独立してやるんですけど、そのミニ講座を見ながら、まあ、RSI の波とかね、の意味も覚えておくと、より一層チャートが読めるようになると思うんですよね。で、今ってこれ RSI の9がね、50より上にあるんですよ。これで結構強いんですよ。RSI の14も50まで来てるんでね。だからね、これこのまま下げるかどうかちょっとわからなくて、 この RSI だとね、もう一回ちょっと上にこの後ね、上がっていく可能性があるような気がする。はい。その可能性が高いんじゃないかなと思うんですね。ただ、まあ、この107の80ぐらいがレジスタンスかなぁと思うんですけどね。だこの107の80を抜けないままに、また下かなぁとは思うんですけど、RSI が強いがゆえにね、上に、今、一回上に、短期的に上に行きたい。 <laughs> 行きたい。えー、チャートでもあるわけ。それは、まあ、もしもね、赤いラインの14の赤いラインもね、50の上に出ていれば、なお一層強いですよ。その場合だとね、えー、もう 25M を抜くぐらい強いんですね。今のこの強さだとね、今のところ 25M 抜くほどの強さはないんだけど、まあ、次のローソクでね、もしかしたら、 この 5MA が、5MA じゃなくて、14日の RSI が50、50%を抜いてくるとね、25MA を抜くようなレートがね、強い動きになるかもしれません。まあ、これは僕の開発したチャートソフトじゃないんで、予想足が書けないんでね、それが不便でね、予想足書いてやると RSI のその後の動きがわかるんだけどね、予想足に RSI が連動するように、 プログラムを作っておけばねだからそういう,う為替で綺麗なチャートが描けて予想足も描けるチャートが欲しいなぁといつも思ってます。5分チャート。でも5分チャートには対応はなかなか難しいんでねまああのできなくはないんですけど5分チャートのえこの歩みでを、えー、リアルタイムで配信は まああの取れるんですけどね <laughs> 取れるんですけど取る方法も知ってるんですがあまりよろしくないかなぁとは思ってますしきっちり歩み出が取れるわけじゃないんで、まあ、データとしてね5分チャートっていうか今のこのリアルタイムのレートを まあ、冷凍ね、数字として、まあ、ネットからね、数字として取ってくることは、割と、あ50オーバーしてきたね。こうなるとね、50オーバーしてねこうなると2 5 m 抜く可能性が高いんですよ。このままね、ここは2 5 m 抜くんじゃないですかね。えー、RSI の14と9が、両方とも50オーバーしてきてるんでね、こうなると2 5 m を、今まで1回も抜けてないんだけど、ここは抜きます。多分。 多分抜きますそれ,それぐらいの上昇がここでは見られると思います。今この後今今すぐにそうなってもおかしくないぐらいに強いですね。まあそういったあのー、r n サイトの関係とかはずーっと僕は誰かに教わったわけじゃなくてずーっと観察してて発見したんですよね。そうなること多い,な多いよなあみたいなね。 行くと思うんですけどね、これ、ね、25円目、抜くと思います。この RSI の値だと、抜くしかない。<laughs> まあ、これは本当に、あの、録画であのチャート見ながらやってるわけじゃなくて、実際今、リアルで動いてるチャート見ながら話してるんでね、えー、ごまかせませんけど、これ、時計が動いてますからね、<laughs> 僕の動画全部編集なしですからね。これ、いかないとちょっと、あらってなるんですけど、これ、いくね、い <laughs> く、いく,く、いく。 まあ言ってほしくないですけどね、僕、売ってっから、<laughs> 売ってっからね。言ってほしくないですけど、行きますね、これはね。もう一息で2 5円目抜くんだけど、まあ、明確に抜くと思います。なぜならば RSI の値が50オーバーだから、両方ともね。RSI の値が50オーバーならば、レートは 25MA の上にないとおかしいんですよ。来ない。<laughs> 来ない。 よ、多分来るっしよ来ない <laughs> 僕に恥をかかせる気かな,気なのかゴ分ンチャートくん僕は今これを抜くと予言したんだから抜いてくれないと困るじゃないかゴフンチャートくん僕に恥をかかせるつもりか恥か <laughs> いたおか,しい、ね、あんないおかしいなあがんないおかしいな抜くと思うんだけどな 抜きます2 5目を抜きます。今まで1回も抜けなかった2 5目をここは抜きます。間違いない <laughs>。抜くで。ここで今クロスポイントですよね。クロスポイントに来ると結構上下変動が荒くなってこの場合だとね上に行くんですよ。可能性としては上に行く可能性が高いんですよ。 ほらね、抜いてきた。あれ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 ほらね、抜いてきた。あれ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 おかしい <laughs> いまいち弱いな。なんでやねなんでやねここは抜かんとあかんやろ。<laughs> 抜かんとあかんやろ。え、2 5 m 目に阻まれる だって、パラボリックアー出てるし、れさえ5 0オーバーなんだから、そりゃあ25円目ぐらい抜かなきゃダメでしょ。君、行きなさいよ。ためらってないで。ドーンって。もう行かなきゃ、クロスポイントだし。次のローソク足で行かないと知らないよ。うん。次のローソク足で行くのかなここで行かないで、次のローソク足で行くのかな あと1分ちょっと待ってから行くのかな次のローソク足で上に抜くのかなまあ次のローソク足は確かにねクロスポイントになってきてここは上に本当に行くはずなんですよね行かないと僕の理論が崩壊するんですよね <laughs> まあもちろんあの100パンじゃないんで行かない時もあるんですけどまあ行くんでね普通は行くんでね。行かなかったらどうしよう <laughs> かかなかったらどううしようあら、おい、おい、あれ i が50超えてるんだから行かなきゃ、ほら、上に、ほら、君、興奮チャットくん、行かなきゃどうして十字線なんかつけたのなんで十字線つけてんの下、栄養線つけなきゃダメでしょう。ああなんでエネルギーないかなおかしいな。おかしいな。<laughs> まもなく次のラインに行きます。あ、行った。行け、ここで。あ、行かない。<laughs> 行かないんだ。行くっしょ。25円目抜くっしょ、ここは。あ、ここクロスにならない。弱い。弱二25円目のレジスタンス強い。あれ s m ちょっとしょぼくれてきた。<laughs> でも50の上だから抜かないとおかしいんだよな。 行けなさい。ああ、いけない。いけないかー。いけないかー。行くんじゃない少し遅れてるかでも50の上だからね。行かないと行かないとダメだよ。ここはここはいけ男だろ。違うか。<laughs> ここはいけ男だろ。う 一回抜いてくれればいいの。そうすれば僕のあのメンツが保てるから。行かないのはよくないの。あもうわずかに抜いたね、今ね。これ、ひげが。わずかに抜きましたけどね。うん。まあでも、それはここでもやってるから、僕は言ってんのは、ちゃんと終わり値が 25mA の上に決まるっていう予想をしているわけよ。ここはね。じゃあ、これ終わり値が、5分の終わり値が、 25MA の上に決まんなきゃいけないんですよ。ああ、あれ試合が勝負遅れてきた。ダメだ。ダメだ。<laughs> 普通はいくんですよ。ダメでした。<laughs> ダメでしたね。これ普通のいくんだよね。いくんだからね。普通めずいくんですよ。珍しいです。はい。ああ、恥かいた。恥かいたわ。 こうなればどっか過去でそうなってるとこを探す <laughs> まあいいや負けを認めようはいダメな時もあります <laughs> でも多くの場合ねあれ際が50を抜いてきたら一回25 m 抜くんでまた皆さん相場観察しているときにそのセオリーを思い浮かべてください思い出してください まだわかりませんよ。まだ、まだね、まだ2分あるから。<laughs> まだ2分あるから。ここまだ2分あるからね。行くかもしれませんよ。えー、行ってくれよ。僕が恥じゃないか。僕恥かくじゃないか。一回、ここで、ここでちょっと一回、百何十八十ぐらいまで行って、そこで要請つけて、終わり年をそこに決めてくれればいいんだよ。 ね行ってくれたまえ行ってくれたまえ上に行ってくれたまえ行ってくれなくてもいいけどね僕は売ってるんだから <laughs> 利益が減っちゃうから行く行くぞ行くぞやっぱり行くぞこれ行くぞ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 ,行くぞやっぱ行くぞあれさ50の目ほら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 来た <laughs> ほら来たー、ほら来たね。ほらほら <laughs> ほらでこれ、これで終わ値が2 5円目の上に決まります。これ多分。わずかですが。<laughs> わずかですが出てまいりました。あれもうちょい頑張れないかね。もうちょい頑張れないかね。あと1分。あと1分しかないよ。 あと1分しかないよ。あ、ここに時計出てますかわかりますよね。上にね。5分ごとの政治に切り切り替わってきますからね。5分チャートはね。どうや。終わりねを決めることはできないのかあと50秒だ。ダメか。<laughs> 終わり値を5分,5分チャートのここ終わりね、この君。 終わり値を25名の上に決めなきゃダメなんだよあと30秒しかないよ今だよ今だよ <laughs> 今だよあダメだあと10秒しかないんじゃないかいけいけよしだよしけ上に決めるんだ 終わりね、上に決めるんだダメだ。決められない。あでも、このロウソクに来たい。このロウソクは進行きたい。ほら、RSI75 まで来た。これも行くしかないです。<laughs> あの、今ね、短期の RSI が75オーバーしてみました。これも最強レベルの RSI の値なんで。ここで 25M を抜けないなんていうのはね、ありえません。 <laughs> ありえませんここは絶対に行かなかったらねねおかしいおかしいようえー、<笑><笑>まあね結局あの今 RSI が高まりながらもう本当に冷凍の方がね、えー、伸び悩んでる いかに売り圧力が強いかっていうことだと思います。まあなのでこんだけね RSA がいい波形になってきてるのに全然レートがね上がれないってことはこの後まあこの辺ピークにしてまた下げていくんだろうなというふうなことを思いますけどねとりあえずでもね今ほら一応こんだけ RSA が強いんだからそりゃ 25mA ぐらい抜かないとそりゃおかしいよっていうことで まあ RSI が50オーバーで2 5 m 目抜くのが普通です。で、今、9は、RSI の9は75オーバーしてるんで、これはもうね、ここまで、14も接近してきてるし、ここまで、ここまでね、RSI が高くなれば、もうね、2 5 m 目の上に抜かなきゃいけないです。で、ということで、今、これまで全然なかった2 5 m 目オーバーが起こりましたね。<laughs> ね RSI の波から、えー、なぜかこういう強い値動きがよ予期できるっていうかね予測できるんですよ割とだから RSI の方が先に波がよくなってその後にローソク足がよくなってくるみたいな動きになるんですよなぜかだからねそれで僕は RSI が好きで RSI を見てると次の動きが読めるからで僕はしょっちゅう RSI 見てるんですね でこうやって5分チャートで RSI の読み方をマスターすると日足にも応用できるということなんですね。今ねこんな形でクロスポイント来て上に来てますけどこれはね RSI も高いからなんでね。で今例えば日経平均のチャートを見た時にどうかっていうと、えー、まあまあ9の,の RSI は来てるんですけど割と高いとこ。う。14は全然ついてこれてないんでね。 このレベルだとね、なかなか上行けないんだよね。今みたいに両方の RSI がね、両方同じになって束になってね、75に接近していくみたいな、これ東ですけどね、日経平均の形になると、やっぱりね、えー、2 5 m の上に、えー、決まっていくんですけど、えー、まあ、これニューヨークダウの日足ですけど、まあ、ニューヨークダウの日足もね、九は結構強いんだけど、14がついていけてないんで、なかなかね、 えー、25を抜くには力不足なんですよ、ね、で今のドル円のこれ5分なんですけど5分チャートなんですけど RSI の9が70オーバーで14も50オーバーってことで結構束になって日本がね上に上がってきてるんで 25MA を一旦抜きました終わり値が 25MA の上に <laughs> 決まらないんだけどいや決まるんじゃないかな 決まると思うんですけどねちょっと見ててみましょうか多分決まると思うこれやってるも、ね、一晩これチャート解説で終わるね <laughs> 一晩終わるね一晩中チャート解説っていうかやってるような状態になっちゃうかもしんないけどねでこれでねもっと強い波形っていうのは RSI の9も14も両方とも75の上に出てくればもうめっちゃ強いんでね もっと強い動きになるんですけどねただまあ今日の今の段階見てる今の動き見てると RSI の波形が強い割にロ、えーソン貸しの波形がねいまいち弱いんだよね波形っていうかローソン貸しがいまいち弱いだからやっぱり、えー、売り圧が強いんだろうなっていうのはね言えると思いますけどねまあでもここ多分うん今あと20秒ですけど多分25円目の上に終わりで、ね、ギリギリ 決められるんじゃないかと思いますけどね。頑張ってくれないと困るよ。おい、おい、おい。あと5秒。おい、おい、おい。ああ、<laughs> ダメや。<laughs> ダメやった。<laughs> ダメでした。<laughs> これね、意外と珍しいんですよ。本当に。こんだけあレルギが強いのに、ロ、えーソクがね、一旦ほら強いローソクになったんですけど、上ヒゲつけちゃったでしょ。 珍しいです、すでこうなると、こんだけ弱くて RSA が70来てるわけですよね。こうなると、今度は、まあ、ちょっとね、下向きの流れがそろそろ出てくるかもしれません。まあ、でももうちょっと上に行くかな。次こそ、次こそ、終値を 25MA、これ大体いい同時なんでね。次こそ、ね、この波形まだ強いんで、次こそ、25MA の上に初めて、 終わり年を決めることができるのでしょうかバ <laughs> カみたいだけどねこうやって本当に僕は一日中あのー、チャートを読んでたりするんですよ本当にバカみたいなんだけれどもねうんまあだって今これバラモリックはいシグナルだしね RS は75オーバー9がしてるしね 14の RSI も結構十五に接近してきてるしね。まあ、結構強波形、強い波形なんでね。25へ目の上に終わりね決めないと困るよ、これは。そうならないと終われないしさ。それがあってやっと終われるんでね。このまま1時間2時間とかやりたくないから。<laughs> やりたくないから。頼むから。頼むから。もう終わりたいから。 終わりたいから決まって頼む,から頼むから決まってくれええー、まだあと何だ3分もあんのねまあちょっとこれどうよやっぱり弱いんだよな売り圧が強いんだろうねやっぱりねこんだけ RSI が結構盛り上がってるのにええー、ねえこれが これ以上いいけないっていうねまあいいや <laughs> もう終わろうかな <laughs>。まあこんなふうに今日もね、えー、見てきましたがまああのドル円はね結局、えー、今はちょっと反発してるけどこの後また売り圧強くなってひょっとすると7ジャストぐらいまで下がるかもしれないし。 まあこんな波形で終わるかもしれないけど、多分和平院戦で終わるんじゃないかなぁ。和平院戦でね。して明日は、明日はていうか4月1日の東京時間は永遠がアイドル売りかなと思うんですけど、ちょっとまだよくわからないですね。あの、日経平均とかまだ強いんでね。ちょっと日経平均、日経平均、見ておきましょう。あ、また600円ぐらいまでだれてきた。うん。 慣れてきましたねまあ結局テクニカル的には冷やしでここからこ,うこぼれてくる感じでねもうこのこんだこの辺りはね 5MA が支えてくれるんだけどこうなるともうクロスポイントなんでね支えてくれるのはいないわけよ、うん、でこのクロスポイントっていうのは、えー、この一旦ねあの 5MA が支える力とか 25MA が 下に落とす力とかが打ち消し合ってなくなっちゃうんですよ。クロスポイント。だからね、上下どっちにでも行けちゃうようになっちゃう。行けちゃうんですよ。そんなね、えー、ところなんですよ。そこに今来てるんでね。だどっちでも行けやと。<laughs> ここ、ここまで来るとね、どっちでも行っていいよなっちゃって、それで、大きく動きやすいんですね。40分もやっちゃっともうやめよう。 もうやめよう、もうやめよう。一応5分チャートちょっと見てみようか。あ、一応ほら、一応ほら、波形強いから 25MA の上に終わりね、決められるかも。あと50、40秒。あと40秒。決まればすっきり終われる。頑張れ。頑張ってほしくないけど、売ってるから。<laughs> 一応頑張れ、ここだけ。ここだけ頑張っていい。頑張れ。 頑張れ2 5 m 名の上に初めて波形が強いから終わりが決まりましたねで終わりたい <laughs> こんだけ強いと本当にねもうちょっとねあのここは強かったんですけどね一本前ねここなんかもうちょっと強くてもおかしくないんだよねだ本当弱いねああ潰れちゃう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 ,ちゃう頑張れ要戦要戦あ張れてって ダメだったまあでもギリギリもうちょっと虫眼鏡で見ないと分かんないぐらいだけどギリギリ 25mA の上に決まりましたねっていうことですね。でクロスポイントになりましたね。まあこんな形でねあの 5, M 5分チャートね5分チャートもちゃんと、えー、法則に従って動いているんだよっていうことでね。でまあこれだ。 ってうこうなってくると、もう、えー、もうピークなんで、このあとまたね、降りてくると思うんですよ。で、こんだけね、RSI の発見が強かったのに上がれなかったということで、もうちょっと心当たりでね、ちょっと今クロスポイントの後はねで、ちょっと上にね、暴れるかもしれないですけど、それでもうこれでピーク打って、このあとは下がってくると思います。まあ、このあたりね、えー、やってるとキリがないので、この辺で終わります。42分もやっちゃいました。<laughs> これはちょっとやりすぎだよね。うん 42分もやっちゃいましたけどね。ちょっとやりすぎた。ということで、えー、この後どうなるか知りませんけど、また結果をね、えー、5分チャート残りますんでね。えー、これ GMO クリック食塩の FX のネオネオだっけあ、プラチナチャートってやつだね。なので、また見てみてください。だからこ、これ r レ s i の波形が強いときにどういう動きになっているかとかね、波形が弱いときにどういう動きになっているかとか。 RSI の波形とローソク足のううチャートのね動きを見ると非常に参考になると思います。おおおやっと頑張って上がってきたね。あ、今ね、もう RSI がこう75オーバーしてるし5 5あ、9の方ね、灰色。で、赤い方もね、もう75まで来てるんでね、こうなるともう本当に結構強い動きで。えど同時に多分ここはピークになるんじゃないかと思います。 もう, <laughs> もうやめます。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 もりキリがね、キリがないよ。<laughs> ということで、まあ、明日どうなるかということですけど、明日というかね、4月1日の東京時間、どうなるかということですけどね、僕はもう、ああ、あかんか、2時になってしまう、もう寝る、寝る、寝る、寝ます、<laughs> 寝ます。また、今日も止めどない、あすごい、止めどないね、チャート読解 チャートリーディング、チャート会、観察でした。やっぱこんだけね、RSI 強くなってくるとね、上がりますね。でもここ、ほとほとんどピークです。もうほとんどピークです。もうこれ以上はちょっと厳しいです。もうちょっと厳しいですね。でも結構これ上がってきたね。107の50から108が90までから。ね。これ200ピップスとか3、400ピップス、400ピップスぐらい上がってきました。 ここんんなな動きってね普通あまり起こらないんですよ今だから本当にね値動き荒いんですよ。こんな大きくは動かないですよ。普通はね。まあこういう値動きの荒い相場もこのあとまだ続くでしょう。もう終わります。<laughs> 長すぎ。